はいどうもとです、ね、今日も日日やっていきましょう今日は2020年の3月12日の、えー、木曜日ということで、はいえー、昨日はです、ねまあ、Twitter を見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、動画撮ろうと思ってこの部屋に来ましていやーなんか動画撮る気分じゃねえな,いなうんよしじゃあ10分休憩してねここで10分休憩してから動画撮ろう寝っ転がるで気づくもう10分経ったかなと思ってしたら見たらもう はい0時を越してましたいつの間にかね深い眠りについていたようではい、まあ、逆にね深い眠りについたのにね0時2分ぐらいに本当に起きましたねもう本当ゼ0時を回った瞬間なんかやべっていうなんかね働いたんですかねまあ間に合ってないんだけど <laughs> ということで昨日は、はい、お休みとさせていただいて、はい、お休みとさせていただいたというかお休みにせざるを得なかったということで今日はですね、えー、昨日やるはずだった、はいえー、動画を ややりりたたいいいとと内容をねやりたいと思います、えー、前回の動画でですね「ライジングさんいつかきっと EXILEEXILE、はい、シュの、はい、シングルを紹介したと思うんですけどもそちらの方でですね、えー、今回、えー、紹介したやつとは別になんか化け物な形態、はい、があるので次回の動画でそれを紹介したいと思いますという感じで終わったと思うんですけどということで今回はその化け物を紹介する回でございます。はいじゃあちょょっと見せましょうかね、はい 今日紹介するのはまサムネがちょっとね。難しいんですけど、んこんな感じですかね？はい、サムネ <laughs> はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。はい、<laughs> はい、ということでですね。こちらエグザイル。まあこれ見ていただければね。分かりますかね？exile テニスアニバーサリーということで、2011年9月27日まあ、2001年9月27日にエグザイルはいデビューいたしましたので、まあ、10周年ということで、テンスアニバーサリースペシャルボックス。 ということで,ですね。l e RICE、エグ c e RICE、RICE、r i いつかきっとということでですね、えー、昨,日ねえ昨日、じゃおととい、前回ね、紹介した CD と全く同じ内容ではあるんですけども、このなんかスペシャルボックスとまあ言うだけありまして、かなりこう重厚な、結構重いです。はいまあ、重さはね、あ皆さんには分からないと思うんですけど、かなり重くてですね、こうやってこう一周するとメンバー全員が見えるというような感じになっておりますで。表はこんな感じで、後ろはこんな感じになってますね。でちちょょょっっととと開開けけてみましょうかかたらちょっとヤバさが分かると思います こして落ちないように気をつけて怖いな怖い。はい結構ねこれ抜くのも大変なんですね逆でしたねこうですねこう落ちないようにはいということではいこちら分かりますでしょうか全部でこちら9枚はい同じ内容の CD が入っております。はい、えー これはですね、えー、さっきのボックスがまあこんな感じで、はい、外せるようになってまして、まあ、中はもう全部もう10周年っていうのがもう何回も念を押すように、はい、書いておりますがこちら、はい、ちょっと気をつけて出しますね。はい、はい、ということで、はい、こんな感じになってます。結構ででかいですこれ、はい とということでこででんな感じですね9枚全部入ってますはいいじゃあ一個一個紹介ししていきままょうか9枚まあ流れ作業みたいな感じになると思うんですけどまずえこちらですね、えー、全部まあ同じ内容なんで一、えー、回一回ね言っていくことはしないんですけど後ろのははい、えー、また違ったはいジャケットとなってまして一人一人またね違うポーズになってますが表はこちら検知だけになってますねこれはまあ後々、まあ、なぜこんなジャケットなのかっていう謎は解けると思います。はい え全部にですね、r、まあ、ライジングさん、いつかきっと、そしてそれぞれのインストゥルメンタルということで、すべてに4トラック入っております。はい、歌詞カードの内容も、えー、全く一緒ですね。そして、はい、日本を元気にステッカー、これ全部入っております。はい、なんで、まあ、これを買うと9枚ステッカーもついてくるよということで、いや、お得ですね、ほんとに。はいまあ、お得かどうかわからないけれども、はい、このね、紹介してる時間、何をしゃべるかっていうのがね、うん、僕のトーク力のね、 試されるいやー特にね話すこと全然ないんですけどもそうですねじゃあ今日の話でもしましょうかね今日はですね、えー、新しくはい今度は淳、いはい、後ろはこの味、はいまあ、あとは一緒なんですけどまあそれでね、あのー、今日の話ね今日はですね、えー、新しい、はい、4月から。 はい働かせていただこうと思っているバイト先の面接に行きましたまあわからないんですけどもちろん面接なんで落ちる可能性もありますからねわかんないんですけど、えー、わざわざね、えー、電車に乗ってはい行ってきましたけども、まあ、なかなか好感触だったんじゃないかなとは思いますよ自分ではでもそうやって好感触だったとか言って落ちちゃった時のなんか気まずさ半端ないんではい あんんまま言わなないででおおきすすけど普段からよよく行ってるお店なんですよだからねなんかこう店長さんなのかな受けた人も結構ね顔見たことある人だったんですよだからねまあまあなんだろうな緊張とまた違ったはいだからといってね仲いいわけじゃないんで全然こう気楽に話せたというわけでもないのでなんか緊張でもない気楽でもないなんか変な感じのテンションでやりましたけどもはい続いてこちら直人ですねそして裏はこんな感じはい。 よし,よしはい <laughs> ということでね、まあ、まだ3枚目なんですよ皆さんあと3倍ありますからねはいいやーそれでまあそのままはいもう普段からねやっぱ行く店に面接受けるとなんか絶対そんなことないんでしょうけどねうわこいつよく来てるやつじゃんみたいな ついいに働こうと思い出したかみたいな感じのことを言われるかなって言われるっていうか考えられる思われるかなと思ってちょっと恥ずかしいね気持ちもあったんですけどもまあそんなことはなんか本当に話しやすくはいいろいろねもう面接にあの履歴書必要じゃないですかその履歴書なんてね僕もう3年4年ぶりぐらいにはい書いたんでもう書き方も全然分かんなくてはいその間にね高校でいろいろ資格とかもね検定っていうんですか取ったり。 なんか何級とか取ったりしたんでねそういうのもいろいろ思い出しながらはああいうのってあの何年何月に取ったみたいなのもしっかり書かなきゃいけなくてもうあのー、何のね検定の何級取ったかぐらいはもちろん覚えてますけどそれがね何年の何月のことだったかなんて覚えてないですからもういちいち一個一個ねその。 一つ一つの検定の名前で調べてで何月何日にこう検定があったのかっていうねの一個一個調べてね書きましたけどもいや大変でしたね本当あの4時からはい16時からが面接だったんですけどまあ行くまでにね1時間ぐらいかかりますので。はい あの全然ねあの4時からなら明日でいっかとか言ってね昨日そのまま寝ちゃったんですけど今日時刻見ましたね起きてうわもう行かなきゃいけない時間なのに履歴書書かけてねみたいな感じでもう履歴書はもう本当に急ぎ急ぎで書きましたねはい自己アピール欄とかすごいもう何書いか覚えてないですねはい、えー、そして広さんで後ろこんな感じもう一個一個ね違くてなんかね なんんかこうう白感も違うんですよ多分これはなんか時間が経って太陽がどんどんこう来てるみたいのを表してるのかは知らんですけどもはいそんな感じでそんな感じではいいやでもね皆さんはどうですか履歴書とかってやっぱりもう学生のね方とかはねあんま書くね機会ないかもしれないんですけどやっぱりね大人の方とかはね もちろんあの会社とか就職する時必要ですので書いたことねもちろんあると思うんですけどやっぱ自己アピールとかってやっぱ自分でね書くのってすごいなんか恥ずかしいとはまた違ったなんかこう難しいんですよねはいま恥ずかしいってい気持ちももちろんあるんですけどなんか自分で自分を例えばなんだろうえーリーダーシップがあるとかさなんか <laughs> はいまそういうこと書いたりとかあとなんか。 笑顔が素敵とかねねねそんなの書いて、ねはいまあ、人のは、ね、よく出てくるんですけどね人のいいとこ悪いところはまあまあすぐ出てくるんですけど自分はね悪いところは、ね、出てもねいいところってなかなか見つけられないもんでね難しいですよねはい続いてこちらはいこれが何枚目だろうこれ5枚目ぐらいですかねはい半分いきましたね6枚目かはい半分いきましたけどもよいしょ。 まあなんだかんだだかね、えー、写真は違えど中身は全く同じですので、はい、同じ作業をこうやってね繰り返しているとはいなんか将来は工場勤務なのかななんて思ったりしますけど嫌ですけどね。はい、いやでもねやっぱこういう CD とかもね、あのー、例えば自分がもし夢を叶えてねなんかこう CD を出せるというあのまああの大手の方からね自費出版じゃなくて、はい、大手の例えばななんだろろろういいねこれは e x i l e a ッ e x ですけどもそういう感じでいろんなレーベルからねありますけど出せるということになった時はね自分自 一人でねこうやって CD を作るわけじゃないのではい EXILE がねまさかこれ1個1個ね歌詞カードこう入れてあの CD をパシッてやってってやってるわけじゃないのでねもちろんこうやってやってるこれをやってくれてるね方がいるから、まあ、自分たちのね作品が皆さんの元に届くということでね感謝しなくちゃいけないですねはいそしてネスミスとウサということで後ろこんな感じはい,いやーということで そんな将来の話も取り入れれねねやいろいろやっっぱぱ聞かれました、ね、やっぱあの歌手志望っていうかそういうアーティスト志望あのそうやってね将来外に、ね、こう出てこう活躍したいっていう人はやっぱ少ないんでしょうね結構びっくりされましたね履歴書にそういうことを書いたんですけどえなんかそんな音楽系のなんかやりたいのみたいなやっぱあんまりいないんでしょうねそういう人が、はいまあ、店長さんもね多分あのいろんな、はい、学生の、まあ、バイトの方とか面接してきてると思うんですけど今までいないんでしょうね。はい そうやっってて驚くってことは今多い何か収束先というかみんながなりたい職業ってのは何なんですかねもう小学生とかに聞いたらねサッカー選手とか,なんか、えー、パイロットとかねそんな野球選手とかそういう感じのが多いでしょうけどなんか高校生ぐらいになってくるとねだんだん現実味を帯びてきますからね <laughs>、はい、まああんまりサッカー選手とかなれないって分かってきますからね。はいさえー 1> 1枚目ですね、これがはいこう3人ですね多いですね刑事刑事直樹ラ。はい刑事直樹ラねはいということで後ろこんな感じはいいやねほんと僕はでもちっちゃい時からずっと夢変わってないですねはいえ本当に初めて夢自分の将来について考えた時から多分変わってないんじゃないかなと思いますはい結構ね周りもねいろいろいたんですけどねなんか サッカー選手になりたいだとかそういう人多かったんですけどまあなんか最近はねなんか結構福祉系のね子が同じ学校では多かったりとかして。 でも福祉系ってうそういうのってねなんか給料も安いって言いますからね子供ねいくらね子供好きだからっつって言ってもね子供嫌いになっちゃうんじゃないかなって思いますけどもそして最後の9枚目はい小吉と巻き台ということでいやね何の話しましたかねこれね裏こんな感じはい将来の話と今日のバイトの 面接の話はいしましたね。まあ、なんだかんだ持ったような持ってないような感じでしたけども、これが最後の9万円となります。そしてステッカーもしっかり全部に入ってましたね。はい。もうステッカーこれねえー、と確かねあのあ帯ここに入ってましたね。はい。えー、確か1個は貼ったんですよ。あ貼ってあるあ見えるか見えるね。こいに2本を元気にって貼ってあるんですよ。はい。だからなんかについてたステッカーは貼ったと思うんですよ。でもその1枚以外は全部使わないで、はい取っておりますので。 だからこの完全版完全版っていうか備品の状態のまま残ってる日本を元気にステッカー何枚あるんでしょうね。これだけでで9枚もうすでに発掘しましまたからねはいということで、まあ、内容はねさっき言った通り「ライジング3いつかきっと」のまあインストゥルメンタルバージョンも合わせて全部4全部で4トラックということで、まあ、全て全く同じ、はい、内容となっているのではい,い正直、うん、正直っていうかあんまはいえー 本当にコレクターズアイテムというか何て言うんだろうなエグザイルを好きな人が、はい、買ってくださいといった感じの内容なんですけども、まあ、こちらもともとエグザイルモバイル EX ファミリーあのエグザイルのまあファンクラブ的なものですね EXILE モバイルとかそういうオフィシャルなんか月いくら払って入るみたいな感じの EXILE、まあのファンしか入りませんからね、はい、そんな やつでしか買えないやつになってますのでまあそういうのでもいいんじゃないかなと思うんですけどまあこういうね売り方をするとまあいろいろ言われますよねなんか金儲けだとかねまあこちらは定価はいくらなんだろうはい7560円ということでですねまあシングル9枚で全部まあ CD のみ版なんでまあ CD のみ版の定価が800いくらだったんで そう考えるととままあ安いいのかなと思いますねボックスがついてるんでね、はいまあ、もちろんいっぱい入ってるからま,あまとめ売り的な考えで安くなるってのは必然なんですけども結構こうほんと10年10年じゃない10周年の記念としての、はい、作品なんでほんとファンは欲しいんじゃないかなっていう、はい、素晴らしい作品じゃないかなとは思いますがまあファンじゃない人にはどうでもいい話ですね。はい、ということでですねえ僕はまあ当時、まあ、前回のライジングさんのえー 回ででもも言ったんですけども、まあ、当時本当にお金ないというかちっちゃかったですから当時3年生4年生ぐらいですかねだから、えー、と CD のみ番を1枚、はい、買いましたもちろんこんなねあのでっかいやつを買えるほどの財力はありませんので、はいえーまあ、大きくなってから大きくなってからっていうか、まあ、最近になって、はいえー、ネットでいろいろねあの悪いことを覚え始めまして CD を買う。 のは cd ショップだけじゃないと気づきましてね。はい、ネットでこう。いろ中古とかでカタ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 調べていきますと。とえーと大手のね。まあ、あの中古店では結構まだこれ高いんですよ。32000から3000円ぐらいはするんですよね。でもえっと個人のはい、ネットオークションでですね、えー、めっちゃ安かった。確かにいくらだっけな？なんか？ 30円とかから始まったのかな30円とかかな円とら始まって僕は500円ぐらいで入れてたんですよまあまあ負けるだろうなみたいな感じで500円で入れてたらなぜかね200円ぐらいで確か落ちたんですよねだから僕これは送料合わせて500円ぐらいで買ってしまいましたはいごめんなさいあのー、正直ねあのこちらもえこちらの収益もえ全て東日本大震災の限期に充てられますのでまあはいえー そう考えるとね新品で買えようって話かもしれないんですけど僕が、はい、お金を持った時にはすでにこれの受注は、えー、終わっていたということでですね今これが欲しいと思ったあなた、はいえー、今はもう受注、えー、終了しておりますので新品で買うことはまあ無理ですねこれ100%無理ですねはい、えー、なのでまあ普通に CD ショップとかでも売ってない品なので。 かなりりレアとということもありましてだからまあ僕みたいに本当にラッキーな中古のまあそういう個人的な売買で出会うかまたはまあそういう大手のところに在庫あんまないですけど2,000円から3,000円ぐらいで売ってると思いますので是非是非まああの僕がよくやってるのはオークションサイト何個かあると思うんですけどそういうのでなんか例えばじゃあ何だろうな e x i l e エグザイルライジングさんだとね普通のも出ちゃうから。 EXILE10 周年とか EXILE10th anniversary とかで、まあ、キーワード登録をしておくと、えー、新しいのが出た時に通知が来ますのでそれでポッて見ておてなって安かったらまあ入れるみたいな感じではい、えー、皆さんも貼ってみてはいかがでしょうか、はい、ということでこれ参考価格いくらなんでしょうね うーん、多分もうこれなんかプレミアみたいな感じになっちゃってるんでたすっごい高くつけてる人はつけてるんですよ個人の売買で多分その30円から始めた人ももっともう何万円とかに跳ね上がると思って始めてでなぜか俺が運良く 当ててしまったというか安く落としてしまったというだけなので、えー、皆さんこれ欲しいってなったらどうなんでしょうね、まあ、定価の7,560円ぐらいは、はい、懐に準備しておいて安く手に入れられたらラッキーと思っていただければ、はいまあ、7500円出してこれ買う人って今いるんですかねどうなんでしょうね。はい、ということでですねじゃあ,あの歌いましょうかと言いたいとこなんですけどこちらのまあボックス の中身さっき見せたと思うんですけど９枚はいシーリーが入ってるんですねこの９枚のやつはい、えー、バラ売りされてましてこれもうちょっと闇ですよね ＬＤＨ の闇なんですけどもあのシ、ー、リパス ＤＶＤ 版シーリーの、e、版のまあ２形態そしてこれのまあ中身の９枚合わせて１１枚そして、えー、この中身のやつのバラ売りだかがまあ９個あるわけですから全部で十全部で二十か全部で二十形態 あるとということになりますそしてですねそのバラ売りされた方だと思われるんですがそれがこれなんですけどこれさっきのとちょっと違うの分かりますかね、はいえー、写真は全く一緒なんですよでもですね表と裏が逆になっているということでですねこういうちょっとマイナーチェンジを施された旧形態がさらにあります。はい、なのでですね僕は、えー、これはもう中古屋でですね、まあ、100円で買ったんですけどもこういう感じにね売ってて。 ライディングさんんい、えー、いつかキットって書いて書あるんですけどそれがまあこんんな感じでで売ってるんですよねこうやって見たらこうなってさんで「え何これ?」と思って買ったわけなんですけどえー、だからですね皆さんもライディングさんいつかキットを買うときは、えー、注意してくださいいろんなやつがあるので、はい、まあ無難に DVD 付きを買うのをおすすめしますけど、はいえー、全部集めたいという方はですね、えー、絶対しっかり見て買ってみてください、はい、僕もですね、えー、だからあと えー、CD プラスイブリ版 CD の2版そしてこのボックス9枚で11枚でそしてこのバラ売りバージョンの1形態だから12個12形態持っててつまりあと8形態あると思うんですよ。はい、だからそのあと8形態はですね、まあ、これからまたしっかり調べたり店に行ったりして。 はい、見てみたいいと思いますでもですね毎回ねこうやってライジングサいつかきっと見るんですよあるとそしたら大会 CD のみ版普通の売られてる CD のみ版の方ですねこれもですね EX ファミリー EXILE モバイル限定ですのでまあ一回ファンクラブに入った人はねはいなかなか。 売らないですしねファンやめて売るってのはあるかもしれないんですけどこれを買うってことはよほどのエグザイルのファンなのでまあ手放さないですよねまず買った人も少ないですからね買った人が少ないその中から手放す人って言ったらだいぶ少ないですからそしてそれが僕の目に留まるのもかなり少ないですからねいやー本当とに奇跡的な確率だとは思うんですけどとりあえず1形態はありますのであと8形態頑張って何年かかるか分かんないんですけど全20形態いつか並べてみたいかなと思いますはい。 とということでですね、まあ、さっき、えー、後でまたこの謎が解けますよみたいなことを言ったなぜ一人一人一、まあ、人一人じゃなくて3人とかもありましたけどああいう感じになってるかと言いますとちょっとね並べてみましょうかあの、まあ、簡単に口で言っちゃうとこの例えばこの検知のやつとかを一個一個並べていくと一つのめっちゃでかい ジャケットになるっていうことなんですけどちょっと今から準備しますね <laughs> これなんかパズルみたいな感じになってましてこれが分かりにくいんだなまたねこれしかもこれ絵がないんですよねだからどういう感じになってんだろう、ね、よいしょよいしょよいしょはいということで、えー、今ちょっとね全部出したんですけど もうこの一瞬で、ね、はいパズルを作り上げるのは無理そうなのでこの動画の出力中にはい頑張って組み合わせましてツイッターの方に上げようと思いますぜひツイッターの投稿を見てください、はい、いやあグダグダすぎるでしょ今回マジでそして、まあ、案の定長い動画になってしまっているので皆さん、えー、分けてみてくださいってこれは最初に言うべきだったはいということで え前回の動画でライジングサンを歌ったのでですね今日はもう片方の方のはい A 面曲であります「エグザイルア t シュの「いつかきっと」を歌わせていただきたいと思いますはい,いやここまでノーカットノーカットっていうか一回で見てくれてる人っているのかなはいまああと歌って終わるだけなんではいよいしょはいそれでは聴いてください「エグザイルア t シュで「いつかきっと」 いつか悲しい思いに向き合えずに太りだけで不安になるそんな夜はそっと胸に手を当て 心の中、その深くで何かが目覚めてゆく。きっと僕は強くなれる。Wow! 誰かが光失って。涙がそっと溢れて。自分の無力さを感じて。 わあ、wow, それでも何か少しだけ分けてあげたい思いが優しさになって体中をめぐっていくはい、ということで。 歌がメインのはずが完全に紹介がメインになってしまいましたけどもはいどうだったでしょうかエグザイルはこんな素晴らしいもう恐ろしいもうボックスを発売してますよということが皆さんにも分かったんじゃないかなと思いますということで長い時間はいお疲れ様でした僕もですけどはい、えー、ということで今度が少しでもいいなと思ってくださいました高評価ボタンをそしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますそしてツイッターのフォローもよろしくお願いしますえー、とこの、えー、全て並べて一つの、まあ、ジャケットになるという 写真をね、えー、ツイッタあげると思いますのでぜひぜひ、えー、見てみてくださいということで、えー、明日はどうなんだろうなまたあげれたらいいですね <laughs> まあここで明日はあげますって言ってねあげれないっていうことが割と多いのであんま言わないようにするんですけどはいまた作品紹介とか頑張っていきたいと思いますので、えー、ぜひ見てください、えー、ということでしたまた明日の日常お会いしましょうバイバイ,バイバイありがとうここまで見てくれて <laughs>